はいどうもこんにちは、ドリームクリエイターのおぎんです。まあ適当に見てってよ。今日はとっても簡単な動画、みんなにメロンソーダの作り方を教えちゃう。じゃあまず準備するものね。コップでしょ、ゴムでしょ、キッチンハイター、最後にこれが一番大事、髪の毛。これさえあればとっても簡単にメロンソーダができるから、よーく見てて。はい、まずグラスにキッチンハイターを注ぎます。もうすでに泡立ってます。はい、じゃあ続いて髪を縛ります。この時重要なポイントは、こうやって鼻の前で結ぶことによって万が一毒ガスが発生した場合でもガスから身を守ってくれます。さあ、あとは簡単だよね。このキッチンハイターの中に髪の毛を入れればすぐにメロンソーダができちゃう。じゃあよーく見てて。おいしくなーれー、おいしくなーれー、おいしくなーれ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 。おいしくなーれ、おいしくなーれ。おいしくなーれ。今回一つ分かったことがある。殺人的なガスと同時に髪が溶けてる間、ものすごい熱を発生させてる。なんかすごい熱いもん。熱が発生します。よろしいかな諸君、絶対に真似すんな。銀プロオリジナルグッズ販売中、ドデザインやスティーシャツやボロックタオル、他にもいろいろあるよ。詳しくは下の説明欄にある URL をチェック。今日から君もドリームクリエイター。なんかうさんくさいな。動画を見てくれてありがとう。こんな感じでくったらないことしてるから、よかったら他の動画も見てね。で、面白いなって思ったらチャンネル登録もよろしく。ツイッターとかもやってるから、別にフォローしてくれてもいいんだからね。それじゃ、またね。